IT を中心とした情報流通社会を支える次世代基盤ネットワークフォトニックネットワークでは、多数の波長の光を1本の光ファイバ内に通す波長分割多重技術 WDM が一つのキーテクノロジーとなります。この WDM において波長の合波分波を行うのがアレイ同波路解説講師 AWG です。表面の不思議な模様、これは光信号の通り道同波路です。1本の太さはわずかに100分の1ミリ以下、内側の同波路より外側の同波路の方が少しずつ長くなるように配置しています。同波路を形成するコアには屈折率の高いガラスを使い、周りを覆うクラッドには屈折率の低いガラスを使っています。この屈折率の違いによりコア内を進んできた光はカーブのある同波路でも外へ飛び出すことなく進むことができます。入力された光信号はまずスラブ同波路で波のように広がり、それぞれの同波路に分かれて侵入します。同波路内を進んできた光はそれぞれの同波路の長さの違いによって次のスラブ同波路に到達するタイミングが少しずつずれてきます。到達した光は波紋となって広がり、出口へ向かうにつれ波紋の頂点同士が重なり合い、出口に達したところで最も強い交点を結んで取り出されます。同波路でのズレは交点を結ぶ位置を決定し、またズレの度合いは波長によって異なります。そのため青、緑、赤のように単独の波長を取り出すことができるのです。こうして取り出す波長の数、すなわちチャンネル数は通信回線数そのものを決定する素因ともなるため、膨大な通信を担わねばならないフォトニックネットワーク実現のためには1チップでどこまでチャンネル数を増やせるかが大きな焦点となります。チャンネル数増加を可能にするキーポイントはコアとクラッドを形成するガラスの特性にありました。128チャンネル AWG の場合、コアとクラッドの屈折率差は 0.75%、 同波路の最小曲げ半径は5ミリです。この曲げ半径をもっと小さくできれば回路を小型化でき、チャンネルを増設できます。しかしカーブがきつくなれば光が曲がりきれず外へ飛び出すという問題も生じます。これを解決するにはコアとクラッドの屈折率差をもっと高め、コアの光の閉じ込め効果を一層強くしなければなりません。研究所ではガラス成分の変更や製造方法の検討などを重ね、コアとクラッドの屈折率差を 1.5% にまでアップすることに成功。これにより同波路の最小曲げ半径2ミリの小型128チャネル AWG を実現できました。そしてこれらの技術を用いて開発したのが従来比2倍のチャネル数を持つ256チャネル AWG 合分波器です。256チャネル AWG 合分波器は将来の超多チャネル WDM システムの実現に大きく寄与するものと期待されています。